去年グランプリシリーズ2戦2勝をマークした時の曲です。本人にぴったり合ってますね。そうですね、昨シーズンからまた一回り体も大きくなりましたので、パワーを感じますね、はい、スケートからも。そういった成長のある年代ですので、その自分の体の成長に合わせて技術を変えていかなければいけない部分では少し苦労しているような様子というのも見受けられますね、はい、それによってやはり去年では構成も変えてきていますから、本来のまだ難易度の高い構成には戻ってきていないところを見ると、これからもう少しずつ良くなっていく。ダブルアクセル、ジャンプは3つきっちり決めました。動いていますね、はい、ジャッジ席の目の前で目力もアピール。やはり足元を見ても非常に丁寧にフットワーク刻んでいますので、これは印象もいいですよね。最大の強みでもあるスケーティング、そしてこういったスピンで大きな得点を稼いできますからね。本当に流れるようなステップです。音楽のイメージともぴったり重なった清らかさも感じますね。スピンを終えて、ここからこれぞ浅田真央という楽しいステップが始まります。細かい足さばきにも注目してください。ワグナーも3つのジャンプ完璧。